YouTube ファンフェスタと、某大学生乗り系 YouTuber グループのオフ会の動画を見たんだけど、ひどい。ひどすぎ。芸能人気取りがひどすぎる。え、なに？自分たち、タレントさん？あのさ、YouTuber のやってることなんて、全部テレビの真似事だからね。ゲーム配信？ゲームセンター CX。あと何？プランク？いたずら？元気が出るテレビ。うん。商品紹介？テレビショッピング。全部、テレビの劣化コピー。うん。テレビが、レストランで出てくる料理だとしたら、YouTuber の動画は、インスタントラーメンみたいなもんだよ。簡単で、短くて、で、まあ、雑。うん。カップラーメンみたいなもんだって。それを何？その自分たちが、あの、なんだろう、その、タレントはいいよ。タレントはいいけど、あの、芸能人はいいけど、何ができる人たちなわけ？ね。芸があるから、芸能人なんだよ。何の芸があんの？動画作ること、生放送できること。ね、そんなの、ね、アプリとパソコンさえあれば、それはスマホさえあれば、誰でもできるから、今の時代。何の自慢にもなんない。うん。英会話できることすごいの。ね、あの、英会話できる人、この世にたくさんいるんだけど、お化粧できんのが、一人はすごいの。ね、女の大体は化粧できんだろ。何もすごくないから。ね、自分をブランディングして、で、自分がすごいんだ！俺らすごいんだぜ！みたいなね。あの、私ってお化粧こんなにうまいんですってブランディングしてるだけで、実際蓋開けてみりゃ、素人。うん。で、配信できること、動画にできること、なんもすごくない。誰でもできる。やろうと思うやね。うん。ならね、配信しかない、生放送しかないとか言ってるやつは、自分は何もないって言ってんのと同じ。配信が売りですって言ってんのは、ね、自分には売りが何もありませんって言ってるのと同じだから。うん。俺含め、YouTuber なんてもんは、全員素人。だから、見てる奴は、ね、甘やかすなよ。俺らを、YouTuber を、ね。お前らがワーキャーワーキャー言ってんの、こう、うちわとか作ってね、ワーキャーって言ってんのは、ね、あれだよ。芸能人じゃないよ。芸能人、タレント、歌手じゃないよ。そこら辺にいるおじさん、おばさんなんで。そこら辺を、もう一度ね、冷静に、ね、一歩引いた視点から考えてください。YouTuber なんて素人です。って、彼らのオフ会を見て思いました。ちゃんちゃん。